せーの、ポンパのピースです。はい、今日はですね、はい、デリバリーを頼みたいんですけど、普通にデリバリーを頼むんじゃなくて、自分たちの声を録音して録音した声だけでデリバリーを頼むっていう企画をやりたいんですけれども、はいはいはい、何個も録音できたら思わないから録音できる数なんですけど5個にしたいと思います。5個の会話しかできんでも、はい、そうです。住所とか名前とかどうするの？あ、でも住所と名前はそこに入れてたらもう何も喋られへんくなっちゃうから、あ、入れずに住所と名前だけは別で、もピザの名前とかは全部ここに入ってます。あ、会話文が5個ってことだよな。はい、やば。はい、じゃあ早速頼んでいきましょう。ショー。はい、じゃあまずですね、早速じゃあ録音していきたいと思います。田中がはっきり喋れるから田中の声がいい。はっきり喋る方が面白くない？にぎやかフレーズ4ぞーつって。4なんかな、これ4。にぎやかフレンズ4なんかな。にぎやかフレンズ4。フレンズって英語やんか。フレンズ4。にぎやかフレンズ4。キッズ4みたいな。にぎやかフレンズ4の M サイズ1つ。なんかあと2つなんかネタで入れよう。いい声ですねとか。私それ大好きなんですよ。どこで使うねん。クリスピーでよろしかったでしょうか。私それ大好きなんですよ。いいね。で、ご注文確認します。監督の方で、ね、よろしいでしょうか。私それ大好きなんですよ。でもそうじゃん。だから頼んでるんや。だから頼んでるね。あ、そうなんですか。はい。OK、行こう。ということで、録音し終わりましたんで、早速じゃあピザを頼んでいきたいと思います。はい、じゃあ電話しますね。お電話ありがとうございます。ピザとオーダー担当するでございます。本日は配達のご注文でよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ではお電話番号を頂戴いたします。はい、ありがとうございます。お電話番号がでよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。お名前頂戴いたします。田中です。田中様でございますか。はい。はい、ありがとうございます。ご住所をお願いいたします。東京都。はい、ありがとうございます。ご住所をご確認させていただきます。よろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。ご注文をお伺いいたします。にぎやかフレンズ4の M サイズ1つ。はい、かしこまりました。生地が3種類からお選びいただけますが。クリスピーで。はい、かしこまりました。ご注文は以上でよろしいですか。私それ大好きなんですよ。あ、はい、ありがとうございます。いい声してますね。あ、私ですか。はい。あ、それすいません。ご注文は以上でお揃いでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ではお品物がにぎやかフレンズ4ミディアムタイプのスペシャルクリスピーがお2つで、会計が1708円でございます。はい。はい、ご注文ありがとうございました。すいません、ほんまにごめんなさい。ほんまにごめん、ほんまにごめん、この、ほんまにごめん、申し訳ない、マジで。ほんまに申し訳ない。ほんまに申し訳ない。ほんまに、腹ちぎれる。ごめん、ね、ほんまに。泣いちゃった。ほんまにごめん。もう困ってはったって、ほんまに申し訳ない、マジでごめんなさい。電話の出た人見てないと思うけどって感じで、とりあえずじゃあ、あの、ほんまにちゃんとピザ届いてるんか分からへんから、とりあえず届くのを待ってみましょうかね。はい。はい、ということで、ちゃんと無事でピザハットさん、こちらピザ届きました。頼んでた通りブレンドリー4ちゃんと届きました。クリスピーでね。そう、ちゃんとクリスピーしっかりと、はい、で、M サイズもちゃんと合ってますし、あれで頼めんねんな、ほんまに申し訳ないことばっかしてるよ。そうね。はい、ということでね、あの、どうでしたか、あの、いや、電話中なんか知らん間に消えてたけど、うん、いや、ごめんね、もうごめんけど声を殺すのに必死で、うん、もう笑いこらえて、ほんまに本当に面白かった。マジで無理。あんたのな、あの、棒読みのはいがもう本当に面白くていい声してますね。あ、私ですか。はい。てか、マジで、あの、申し訳ないことしてる。ほんまにすいませんでした。ほんまに、はい、ご迷惑をかけました。申し訳ございませんでした。けれどもね、素敵な美味しいピザをね、熱々にお届けいただいて、はい、ありがとうございました。感謝いたし申し上げます。はい。じゃあ、このピザはジンジンが今からね、あの、美味しくいただきますので。はい、よかったね。ねえ、はい。
くさい今びっくりした、へーっていう顔がもうすごいブスすぎて今引いた自分で、はい、かしこまりました。